すぎるのも悩ましいものだね。まあこんなに好かれているんだから仕方ないか。フグフロートは扱ってないの。なぜだ？黒い方がかっこいいだろう。ねえ、こっそり教えて。最近運が悪かったりしない？それは、確かにちょっとな。前回は買ったばかりの黒いプクフグフロートをコホラ竜に噛まれて破れちまって、危うく溺れるところだった。だからこうして新しいのを買いに来たんだ。ほらね、私名園の主の専門家に聞いちゃったんだ。黒いプクフグフロートは悪運を持ってくるんだって。そうなのか？他にも蚊にしつこく追われたり体がほてったりすることはなかった？あとあと熱中症になったりとか。はあ、あったあった。なるほど、確かにな。だからピンク色と青色をおすすめしてるんだ。専門家曰く、明るい色は気分を良くしてくれるだけじゃなく幸運をもたらすんだって。どう？買ってくなら割り引いてあげるよ。幸運の前祝いってことで。本当か？じゃあその2色を1つずつくれ。毎度あり。はぁ、あれ？旅人とパイモーじゃん！ヤッホー！久しぶりだな、モアラニー。モアラニー、今言ってたピンクと青のプクフグフロートが幸運をもたらしてくれるっていうのは本当なのか？本当だよ。私の友達がうっかり溺れた時も青いプクフグフロートを持ってたおかげでコホラ竜の群れに助けてもらえたの。マジかよ。そういえばどうしてお店に来たの？もしかしてマリングッズを買いに？水臭いな。欲しいものがあればそのまま持ってっちゃって。お客さんにはこっちからプレゼントを用意するのが筋なんだしさ。いやいや、実はお前にガイドをやってもらうために来たんだ。なら私のとこに来て正解だ。どこに行きたいの？伝説の神秘の島に行きたいんだ。神秘の島か。何か困ったことでもあるのか？神秘の島に行く難しさについてはもう分かってる感じ？うん、
局長から聞いたぞ。でもオイラとこいつの今までの経験とムアラニのガイドがあればきっと問題ないだろ。わかった。じゃあその前にちょっとだけ説明させて。私のガイドとしての知識は全部ヌーって人から教わったものなの。おじさんは龍泉の州の一流ガイド。でも彼でさえその島にはたどり着けなかった。できるガイドがチームにいるなら旅は順調で楽しいものであるべきだと思う。でも目的地があの島だって言うならそんな旅にできるか自信がないんだよね。ま、君とパイモンからの誘いだし絶対断りはしないけど、ただ正式に君たちの誘いを受ける前に説明しとかなきゃって思ったの。ガイドとしての義務みたいなもんだね。モアラになら楽勝だと思ってたけど、なんかもしかして面倒ごとを持ち込んじゃったか。お宝のためだけに友達に迷惑をかけるくらいなら諦めた方がマシかもな。そんなに急いでどこに行くんだ。突っ立ってないでついてきてよ。さっきコーラが帰ってきたんだ。またお宝だらけの地下遺跡を見つけたんだって。コーラがか。ちょっと待ってくれ、一緒に行け。コーラって誰だ。龍泉の州の現トップガイドだよ。初代族長以外で神秘の島に行くことのできた唯一のガイドでもあるんだ。そうなのか。いつも外にいるからなかなか会えないんだよ。きっとにぎわってるから見に行こう。お知らせのボードを置くからちょっと待っててね。よし、ついてきて。依頼の礎石は深さ500メートル以上の岩窟にしか存在しないんだ。ほら、検品してくれ。一緒に連れて行くように頼まれた奴らについては全員岩窟の中で迷子になった。ガイドとして全員を連れ戻したがな。次があるなら俺一人に行かせた方が早いし手間が省ける。実にご苦労だった。さすがはトップガイドだな。あんな洞窟たとえ200メートルでも怖くて逃げたくなっちゃうぜ。今回はいくら稼いだのかしら。確かにすごそうなガイドだな。モアラニ、あいつからいろいろ教えてもらうのはどうだ。そうすれば島に行く苦労も減るだろ。ガイドとしての経験はコーラウにとって機密だから他人に教えたりしないよ。そっか。いつかきっと私も神秘の島を見つけてみせるんだから。あの方でしょうね。本当に依頼を受けてくれるのでしょうか。僕に任せろ。やあ、君は龍泉の州屈指のガイドだと聞いた。依頼があるんだが受けてくれるかな。あのおじさん、なんか見覚えがあるような。あ、コホラ竜に噛まれてたスメール学者たちじゃないか。あいつらも確か神秘の島に行こうとしてたんだよな。やっとガイドを雇う気になったのか。依頼か。俺の能力を知ってるようだが、ついでに値段も周りに聞いてみた方がいい。
それを聞いても引き下がらないのならまた来るといい。全部知ってる。今回の件が成功すれば報酬など問題にはならない。ほう、目的地は神秘の島だ。やはりな。誤解しないでくれ。僕は観光客なんかじゃない。僕が行きたいのは本物の神秘の島なんだ。聞いたか？やっぱりあいつ神秘の島に行きたいって。そういうことなら確かにコーラウに依頼するしかないわね。けど神秘の島に行けるかどうかはガイドだけの問題じゃなかったわよね。本物の神秘の島を目指しているのなら出発条件も無論知っているはずだな。ああ、伝説では命を託し合える仲間たちが手を取り合ってこそ神秘の島にたどり着ける。そうだろ？僕はどうしてもあそこに行かなければならないんだ。命を他人に託すことだって覚悟はできている。うぬぼれはほどほどにしろ。俺からすればあれはただの遠回りな口実に過ぎない。身の程を知らない奴らを止めるためのな。何を？命を互いに託し合う。笑わせてくれる。ほとんどの場合他人に命を任されても足手まといにしかならん。逆にどうして俺が命を自分よりずっと能力の劣る奴に託さなければならない？わかったか。これがあの条件の本当の意味だ。部族のガイドたちは今までにもそういった依頼を山ほど受けてきた。だが向かっている最中に往々にして無能な雇い主に足を引っ張られてしまうんだ。俺が神秘の島にたどり着けたのはなぜだと思う？一人で行ったからだ。僕は普通の観光客とは違う。俺にとっちゃ大して変わらない。お前ならせいぜい半分で諦めてしまうだろう。そうなれば時間の無駄だし残りの報酬ももらい損ねる。どうせ好奇心に駆られただけなんだろう。他のガイドを当たるといい。例えばあそこにいるヌーの弟子とかな。あいつなんだあの態度。すごそうなんて言葉は撤回するぞ。他にも依頼があるんで先に失礼させてもらう。ちょっと待ってコーラン。どうした？お前の師匠に免じて依頼人を紹介してやったぞ。せっかくのチャンスを無駄にしない方がいい。それはともかく神秘の島に対する考え方には賛成できないよ。ヌーおじさんは私に教えてくれたもん。知ってるさ。お前はヌーと同じだからな。自分を証明したくてしょうがないくせに伝説の条件にとらわれて足を引っ張る依頼人がついてなきゃ動けない。もわらに。俺が持ち帰った貴重な鉱石が俺が神秘の島に到達した何よりの証拠だ。ヌーの方はどうだ？あいつの証拠はどこにある？あいつも神秘の島にたどり着いたらその後で反論してくれ。ごめんね。面白いだろうと思って連れてきただけなのにまた喧嘩になっちゃった。あのコーラウってやつお前に対して感じ悪かったな。っていうかもしかしてお前の先生が嫌いなのか？うん、トップガイドも私の先生を気にしてるってこと。すごいでしょ。あはは、落ち込んでると思ったぜ。まさか。前にもヌーおじさんとコーラウはあんな風に争ってたの。似たような会話を何度も聞いてきたんだよ。やっぱり本当に神秘の島にたどり着かないことには説得できそうにないね。うん、ただ私はずっとそれを真面目で重要なことだと思ってきたんだ。今日いきなり誘われて
心の準備ができてないっていうか。私真顔でどれだけ難しいかについて並べ立てたから、まさか迷惑かけちゃうとか思ってないよね。それはそうだぞ。やっぱりやめにしようかとも思ってたしな。絶対にやめないで。実はこれもヌーおじさんが教えてくれたことなの。ガイドとして真っ先に遭遇しうる困難を依頼人に知らせるべきだってね。こほん、なすべき努力に対する共通認識ができて初めてゴールにたどり着けるチャンスが増える。私ずっと思ってるんだ、コーラウなんかよりも私の先生が劣ってるもんかってね。でもヌーおじさんは確かに神秘の島に行ったことがなくて、いつもコーラウにマウント取られちゃうわけだから、弟子として代わりに神秘の島にたどり着いて先生の実力を証明してやろうってずっと思ってたの。でもなかなかチャンスがなくて。こうしてチャンスが来たんだろ。なあ、オイラたちのガイドをしてくれよ。お前にならオイラたちは命を託せるぞ。この旅人と仲間のオイラがいればお前もきっと神秘の島にたどり着けるはずだ。コーラウのやつに思い知らせてやろうぜ。パイモン、ハグしよう。うじょ、恥ずかしいからやめろよ。そろそろ準備を始めなきゃ。具体的なプランはもうとっくに仕上がってるんだ。ついてきて。あの変なやつだ。あいつもいるってことをすっかり忘れてたぜ。変なやつだと？僕はヴィランドラだ。また会えるなんて思いませんでした。旅人さん、パイモンさん、お姉さん、また会ったな。そのガイドさん、ご紹介いただいたので私たちもついていっていいでしょうか。ムアラニだよ、呼び捨てでいいから。一緒に行くって件については君たちも事前に調べ上げてるでしょ。お互い初対面だし、神秘の島に行くための条件を満たしてないんだと思うよね。それは認めるよ。ナタに来てから専門外のことにばっかり遭遇してる。君たちが足を引っ張られないかと心配するのもうなずける。ならこういうのはどうだ。同行者として僕たちは君たちと共に出発する。報酬は元通り支払うが、雇用関係を結ぶ必要はない。言い換えればガイドとしての責任を負わなくていいんだ。僕たちに何があっても君の名誉は傷つけない。どうだ。一緒に行動する以上チームの仲間だよ。そんな無責任なこと約束できないよ。あ、ひょっとして私のことをコーラウと同じ類の人間だと思ってる？こういう条件もダメか。カーリア、帰りのモラは君のバッグにある。君は先に帰ってくれ。ガイドもなく先に進むのは危険だ。もう僕についてこなくていい。先輩、一人でも行こうとするなんて、こいつよっぽど神秘の島に行きたいんだな。ストップ、ガイドの前でそんなこと決断しないで。観光客を一人で危険な旅に行かせたりしたら、私を一番可愛がってるママだって許してくれないよ。ご迷惑をかけてしまい本当に申し訳ありません。そんなこと言わないで。見知らぬ二人をチームに入れるのは不適切だけど、全く解決策がないってわけでもないから。それじゃ明日の朝、部族の南東の坂にある彫像の近くで集合ってことで。約束だよ。僕の依頼を受けてくれる気になったのか。うんうん、私の方法は旅の過程で君たちを命を託せる友達に変えること。そんなやり方もありなのか。
なるほど。本当に良かったです。ヴィランドラ先輩の分までお礼を言わせてください。なんかさすがムアラニって感じの発想だな。早速準備を始めるよ。二人ともついてきて。ゲラチン、儲け話だよ。私の名前はエラファスです。って、もう言い返す気力も失せてきました。分かってるって。でも、ゲラチンの方が可愛いじゃん。ここではあなたがお客さんですから、そういうことにしてあげます。野営用のテントを買いたいの。フルセットで最高品質のやつをちょうだい。依頼を受けたんですね。先に言っておきますが、お求めのものだと相当値が張りますよ。依頼主が払ってくれるんですか？いくらぐらいするんだ？モラのことは心配しないで、私が払うから。え、でも。コホン、旅人パイモン、もう一回聞くけど、私たちって雇う雇われるの関係だっけ？オイラたちは命を託し合える仲間だぞ。そういうこと。私、野営の準備に関しては結構こだわる方なの。だからって友達に払わせるわけにはいかないでしょ。そんなに高くないから心配しないで。イエラチン、いくら？全部で20万モラです。やっぱり高いじゃないか。想像して、旅の疲れで今にも眠り込んじゃいそうなのに、荒野に野宿するしかない。でも1週間分のお小遣いを使えばお悩み解決。そう考えるとお買い得でしょ。1週間のお小遣い？ムアラニ、もしかしてお前大金持ちなのか？そんなことより、他のお店でも買うものがあるからついてきて。いつまでおじさんと呼ぶんじゃ。お前さんにゃじいさんと呼ばれてもいい年じゃぞ。だって安心おじさんはまだまだ若いもんね。ちょっと珍しいものを探してほしいの。
値段のことは気にしないで。ああ、行ってごらん。野営の時にも持ち運びやすいレコードプレイヤーが欲しいの。めったに手に入らん代物じゃぞ。わしのとっておきの品なんじゃが。安心おじさん、お願い。壊すでないぞ。お前さんが使わなくなったら定価で買い取ってやる。おじさん、ありがとう。レコードプレイヤーってことはレコードも買うのか。ご明察。さ、次の店に行きましょう。ムアラニさん、ついにアルバムを出す気になったんですか。アルバムを出すときは絶対に君に頼むよ。今回は別件、君が最近こっそり聴いてるあのレコードを買いたいの。あのレコードはコピーするのが難しくて、私もまだ聞き足りてないんですけど。名演の主の友達にもアルバム発行の依頼はパカパカにするようにって言っとくから。おお、それならサイケデリック風のアルバムが良さそうですね。約束ですよ。よし、レコードも無事確保。なんでそんなのがいるんだ。名演の主の友達に聞いたんだけど、この曲には不思議な力があって、夜に聞くと旅人の安全を守ってくれるんだってさ。本当か。値段さえ高くなければ旅の気分転換にはもってこいだけどな。ムアラニさんなら相場もわかるでしょ。これは2万モラが限界ですからね。オッケー、交渉成立。ムアラニって本当に大金持ちみたいだぞ。これで買い物は一通り終わったかな。次は急に緊張してきた。どうしたんだよモアラニ。次は先生のところに行って神秘の島への行き方が書かれた地図をもらわないといけないんだ。ここの初代族長は神秘の島に関する伝説と一緒に一枚の地図を残したの。まあ地図って言っても宝の地図みたいなものなんだけどね。地図には謎の記号が書かれてて、ガイドは自分の経験に基づいて具体的なルートを読み解かないといけないの。初代族長が地図を複写して当時の部族メンバーに配って以来、地図は代々受け継がれてきたんだ。多くの場合は師から弟子へと託される形でね。ってことで今日はヌーおじさんから正式にその地図を受け継ぐ日なの。なるほどな。なんだかオイラまで緊張してきたぞ。だってそれってすごく重要な節目だろ。そうだよ。でも旅人とパイモンと一緒だって思うといくらか気が楽かな。私たちなら絶対にヌーおじさんをがっかりさせたりしないよね。そりゃそうだ。よし、じゃあムアラニの先生のところに向かおうぜ。
おじさんがびっくりする話をしに来たよ。びっくり？ついに地図を受け取りに来たんだな。あ、また当てられちゃった。この間そちらの二人の友人のことを話してくれただろう。共に八神の国に行ってきたと。そういう仲間なら確かに命を託し合える仲と言えるだろう。ただちょっと複雑な心境でね。なんでだ？ヌーおじさん、私にはまだ早いって思ってる。いや、若い世代のガイドの中でお前は一番優秀だ。むしろ準備ができていないのは私の方さ。神秘の島に行くことはここのどんなガイドにとってもそう簡単に成し遂げられることじゃない。だからどうしても心配でね。心配するな。オイラと旅人もついてるんだし、ムアラニならきっとたどり着けるぞ。そうだよ、ヌーおじさんは絶対にコーラウなんかに負けてないって私が証明してみせるから。誤解しないでくれ。お前が心を決めたなら引き止めるつもりはない。ただもう一度念を押すぞ、ムアラニ。我々ガイドの使命は何かを証明することじゃない。お客さんを目的地まで安全に案内すること、これこそが役目だ。うん、分かってる、ヌーおじさん。ならこの地図を受け取ってくれ。それからこれも。これは？お守りだ。なくさないようにしっかり持ち歩くんだぞ。神秘の島から帰ってきたら返してくれ。スピネルの実でできてるの？でも普通のスピネルの実じゃないみたい。ああ、だからよく聞くんだ。やっぱりおじさんは私を分かってるね。旅人とパイモン、明日は出発だから今夜はゆっくり休んで。うん、楽しみにしてるぜ。What?